ベロドローム・ディベール大量検挙事件、または、その略称であるベルディブ事件は、第二次世界大戦か、ナチス・ドイツの占領下にあったフランスで1942年7月16日から17日に、行われた最大のユダヤ人大量検挙事件である。本質的には、外国から避難してきた、無国籍のユダヤ人を検挙するためのものだったとされる。1942年の7月、 ナチスはヨーロッパ各国でユダヤ人を大量検挙することを目的とした春の風作戦を計画した。フランスにおいては BC 政権がフランス警察を動かし作戦を実行した。パリで9000人にも及ぶ警察官と憲兵が動員された。警察庁の記録によれば7月17日の終わりには パリと郊外での検挙者数は13,152人で、そのうち4,115人が子供だった。ベルディブ跡地にある異例ヒ・ベロドロームディベールとは、パリ15区にあった、陶器自転車競技場内しスケート競技場のことで、本事件で用いられた、中間収容施設の中で最も大きかった。最初、検挙されたユダヤ人たちの多くは5日間、ここに閉じ込められた。 競技場に屋根はなく、真夏の太陽が照りつける中、食料や飲料水をほとんど与えられず、トイレも少なかった。身動きもできないまま、飢えと乾きと周期に襲われ、その光景は人間に対する冒徳そのものであった。その後、アウシュビッツをはじめとする東欧各地の絶滅収容所へと送られた。収容所生活の中で、終戦までに生き延びたのは百人に満たない大人のみで、 子供は生き残らなかったという。太平洋戦争研究会、図説第二次世界大戦若者の大半が、ベルディブを知らない、ヌベル・オプセル・バトゥール、2012年7月16日。ありがとうございます。